た曲は私たちの新曲おもてなしレインボーでした。今日は金沢大学医学展2016に呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。1回目のステージに引き続き2回目も皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。ありがとうございます。それでは早速自己紹介したいと思います。まずはコジモン。はい、ジャンピンのダンス大好きピーチ姫、校長にももかです。皆さんに笑顔と元気をいっぱい届けます。よろしくお願いします。せーの、コジモン。はい、ジャンピンのスマイルガール宮城ななこです。今日もニコニコ笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。せーの、ななこ。はい、ジャンピンのスイートガール高畑ななです。ナナはスイーツが大好きです。今日も皆さんを甘いオーラで包んじゃいます。よろしくお願いします。せーの、ナナ。はい、鈴鹿のふわふわエンジェルガール今垣梨花です。と2回目もさっき以上に盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。せーの、リカロ。はい、ジャンピン1おっちょこちょいの女の子石川優愛です。今日はとっても寒いので皆さん一緒に盛り上がって温まっていきましょう。よろしくお願いします。せーの、ユーワー。はい、次に聴いてもらう曲は私たちの曲で一番盛り上がる曲 3-2-1-4 です。この曲は絆を胸に笑顔、これからも笑顔いっぱいで毎日突き進んでいこうというメッセージが込められていて、元気いっぱいのパーティーチューンとなっています。それでは聴いてください。 3-2-1-4。
さん、たくさんの声援ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しいです。はい、さて今日は医学展ということで、日頃医学について学んでいる学生さんがたくさんいらっしゃると思うんですけど、私たちも今日は健康について気をつけていることについて、健康について気をつけていることをちょっと聞いてみたいなと思います。はい、はい、リカも、私はなるべく、まあ、テスト勉強とかない日はなるべく早寝早起き、朝ごはんを気をつけて生活しています。とても大事だよね、早寝早起き、朝ごはん。あと、なんかさっきそっちで、はい、なんか肌年齢をチェックするなんか機械みたいなのがあって、ね、ちょっと肌年齢は秘密やけど、これから冬とかになるので、女性の方は乾燥とかしやすいとアドバイスもらったので気をつけて生活してください。はい、リカの早寝早起き気をつけているので、きっと肌年齢はいいことですよ秘密なんだよね。はい、じゃあ次は、はい、私は運動不足にならないために学校でみんなで一緒に鬼ごっこをしています。わー、懐かしい。元気だね。元気だ。小学生懐かしい。なんだよ。でも奈良もね、学校で、あ、でも鬼ごはちょっとやってる。鬼ご、鬼ごやるの？鬼ごやってないで、やってたら注意されるから、やらないんだけど、運動は奈良も大好き。バスケとかね。そう、運動もね、すごい体にいいですよね。はい、じゃあ次は、はい、モモは、あまり好きな、好き嫌いがないので好き嫌いをせずに、ちゃんと全部食べるようにしてます。おー、えらーい。素晴らしいことだ。えらーい。さすが、コジモ食べれないものは秘密なの？食べれないものは、納豆とパイナップルと、プリンのキャラメルが無理です。美味しいのに。え、じゃあみんなで応援しようね、こっちもが食べられるように、ね、頑張れ、はい、じゃあ次、ゆうは。はい、私は、毎日3回、3回多すぎず少なすぎず、あー、無理だ、多すぎず少なすぎずバランスよくご飯を食べるように心がけています。ね、バランスのいい食事はね一番健康にいいかもね、すごいジェスチャーが分からなくなっちゃう。いつもすごいけど、奈良は笑うことはすごい健康にいいと言われているので、日頃からスマイルを意識してます。お、さあ、あれ、ね、スマイル、スマイル、このスマイルのキーワードでピーンときた方いるかもしれないけど、次の曲は私たちのセカンドシングルのスマイル方程式を歌います。歌います。それでは聴いてください。皆さん一緒に笑顔になりましょう。せーの、スマイル方程式。息をするのも忘れて
リジナル曲第4弾スーパーヒーローです。その曲は人間愛や優しさがテーマとなっていて心温まる曲になっています。続いて聴いていただく曲は私たちが勝手に作っちゃった北陸新幹線開業応援ソングビューンです。2曲続けて聴いてください。スーパーヒーロー。Thank you.
最後の曲となります。曲はせっかくこんなにたくさんの方々が集まってくれたので皆さんと一緒に盛り上がれる愛の手が次の曲にはあるのでその愛の手を説明したいと思います。皆さん一緒にやってくれますか。ありがとうございます。それでは、皆さんにやってほしいのは私たちのデビュー曲ジャンピンラララパノラマという曲のサビの部分なんですけど一回聞いたことあるフレーズあるかな。一回私たちがお手本をやってみるので皆さん見ていてください。では行きます。一斉のね、まだ見ぬ世界へゴー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 。こんな感じで私たちがゴーを3回言うので皆さんは右手をグーにして思いっきりゴーと言ってほしいです。でこの時にあのコジモが行くよって声をかけてくれるのでそれに合わせてゴーっと言ってください。はい、じゃあ皆さん右手グーの準備いいですか。後ろの方も見えているので皆さんグーの準備お願いしますね。いきますよ、せーの、まだ見ぬ世界へ行くよゴー。すごいライブすごい。じゃあ次もう一個あるんですけどいいですか。次は次もやってみるので皆さん見ていてください。一回やってみます、せーの、悩んでばかりじゃな、な、な、な。こんな感じで次はゴーじゃなくてノーに変わっただけです。ちょっとレベルアップしたのでちょっと難しいかもしれないです。はい、大丈夫ですか。じゃあ皆さん人差し指出してください。人差し指です。で次は私たちが3回ノーというので皆さんは元気よくノーと言ってください。はい、じゃあ1回やってみますね。いきます、せーの、悩んでばかりじゃないのよ。すごい、すごい、すごいね。元気がいいです。すごいですね。今日は気持ちいい ね、 ね、 ね、すっきりしますね。それでは聞いてください、ジャンピーラララパナラマ。
頑張ります。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川県元気応援隊、せーの、ジャンピンとスズカでした。ありがとうございました。リカちゃん、よー、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。バイバーイ。スマラコ、リカちゃん、皆さんありがとうございました。